いた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 、雪だるま匠。こいつめっちゃ探したんだよ。こいつこれ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 、いって、この子めっちゃ探、あ、ちょ待って待って待って、え、なになに、よし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 、倒した。はい、ということでね、今回はですね、この進撃ブロックというのを使ってこの匠を召喚していきたいと思います。まあ、このね、進撃ブロック何かというと、まあ、タワーディフェンス、攻城戦みたいな感じで、この進撃ブロックを置いて、このブロックを守るみたいな感じですね。匠がいっぱい来るんですけど、それを守るって感じなんですけど、今回はそれをやっていきたいと思います。まあ、今、拠点がここなんですけど、めちゃめちゃ匠が来るんで、あのね、黒曜石を敷き詰めたところ、このね、ゆかり匠で黒曜石敷き詰めました。ここで、まあ、戦っていこうかなと思います。これ見てこれ。このね、盾がね、進化したんですよ。まあ、どんなもんかっていうと、まあ、こういう感じで、匠の盾が作れて、このエネルギーコアっていうのが、今からやる攻城戦で倒した敵がドロップするやつなんですけど、まあ、結構これ落とすんですね。で、生放送でボコボコにやられたんで、今回はもうちょっとね、そのリベンジということでやっていきたいと思います。ここ、行きましょう。進撃と。よいしょ。なんだ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 。なんだなんだ、急に敵が。やばいだろ。木が動いてるんだけど。オッケー。攻城戦ということで、タワーディフェンスということで、気持ち守ろうかなって感じですね。うわ、なんかちょっと待って。すげえ敵出てくるんだけど。よし、行くぞ。ほら。湧いた湧いた敵、ほら。でけえ。なんか光ってるやつを、とりあえず、ボッコボコに倒していけばいいみたい。と言ってもなんかそんなにいないな。なんかもっと来るはずなんだけど。全然湧いてないんだけど。はい。ということでね、先ほどはですね、なんかちょっと召喚した場所が悪いのかわかんないけど、ちょっと失敗したんで、もう一回再チャレンジしたいと思います。またここか。ちょっと待って。ここさ、全然開かないんだよね。あ、なんか倒した、新しいの。たくさんキルしないと。いって。あと、もうちょいか、これ。まだ倒さんといかんのかな。イエー。敵対コア露出、速やかに爆破攻撃をせよ。どこ?コア。あ、コアあったわ。ここ?ちょっと待って、これさ、なんか爆破じゃないとさ、壊せないみたいなんだよね。嘘。これ。置けない?もしかしてこれ。やばいって、これ。待って、海の上きついって。はい、というわけでね。まあ、そこは立地が悪かったということで、まあ、三度目の正直と言いますか。せっかく黒曜石敷いたんだけど、まあ、海の上で戦うのはちょっと厳しいものがあるので、まあ、ここの、平地に来ました。まあ、そこ海なんだけどさ。まあ、大丈夫でしょう。これくらい離れとけば。さすがに。ちょっと村があるんだけど、あの村には犠牲になってもらおう。召喚。そっちなの?そっちなの?嘘でしょ?あ村人逃げて。村人逃げて、ごめんね。豚だ。村人ごめんよ。邪魔だな。よ。邪魔だ。あ、なんか、他にも倒した。ほ、危ねえ。ほ、よし。いやー、すごい飛んだ。来た。コア、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 コアどこ?コアどこだ?あったコア。こいつを破壊すれば。ちょっと待って、TNT が。やばすぎだって。逃げろ!逃げろ!いや、もう、痛えって。てい。てい、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 てい。よし。いいぞ。いけ!頼む!さあ、よっしゃー!大田組、倒したー!どこだっけ?あ、ここだ。倒したからなんかゲットできんのかな?何もゲットできないんだけど。とりあえず倒した。マジバチクソ長かったんだけど。
はい、ということで終わりました。大田組マジで大変だったわ。もうすんごい心折れそうになったわ。ということで大田組以外もね、かなりいろんな匠倒しましたね。これが大田組か。最後の兵器、巨大にて強大なる匠だって。まあ、あとはなんだ、こういったようわからんゴーレムとか、火薬庫の匠シンとか、あとなんか動物系も結構倒しましたね。バイオーム限定の匠とかも出てきて、あとじゃあもう4匹だ。1、2、3でウィザーか。おー、終わりそうです。ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思ったら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価お願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ツチノコブラザーズのペペロンでした。バイバーイ。